まもなく黄色い線の内側に下がれ。黄色い線の内側までお下がりください。フラグバトル。それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1。ああ、やれやれ。8200と互角にダッシュするなんて、渡るさんの8500すげえや。俺の4051も電源上がりだけど桁違いだよ。そりゃそうだろう。神戸電鉄で樹くんの友達の2000に負けたことが相当ショックだったみたいで、ほとんど同じ車だからなおさらよね。そんな時に東急のいとこに誘われて、廃車予定の8500系も自由に使っていいって。予算はなかったけどね。兄貴はすごく満足してるよ。前の2800よりも戦闘力上がったって言ってる。新シリーズはゴープリンセスだっけ。新しい出発にふさわしいタイトルだよね。ほんとやめてくんないかな。聞いてないし。地上に出れば軌道はヘビーウェットだ。どんなに粘着性能が良いか、 3VF では出力を全部使い切れない。短い路線だがこの雨だ。慣れないコースでどこまでモチベーションを保てるか。スタミナならお坊ちゃんに負けないぜ。ゲロ吐くところまでとことんやろうや。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。全 M 編成は田園都市線にマッチしてるな。扱いやすいパワーってわけか。それにしても上手くなってやがる。手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったが、腹くくっていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの？ひょっとして所定避難鑑別士免許？違うよ、防守電気車操縦者免許だよ。何それ。みんな騙されないで。そいつ偽物よ。そうか、サンキュー。二子玉川、揃って通過したところだ。二人張り付かれてる。簡単には勝たせてくれねえよな。早いからな、8000。それにしたって、この雨の中で渡るの8500についていくのは具体的なことじゃない。京子の時も思ったけど、マスコン操作が本当にうまい相手だぜ。このバトル、もつれるかもしれないが、だけど長引けば長引くほど渡るにとっては有利なんだ。ケースケさん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな。独特の駆動、主弦動機も乾燥してるな。藤原の2000回と同じコンセプトか。そういや、2000回のカラクリを見破ったのもいつだったのか。田園都市線でこのコンディションじゃうんざりするほどドンピシャだ。こいつは厄介かも。よくついてくるな。波のドライバーが踏み切れて自滅するぜ。高出力電動機は濡れた軌道は難しい。敵ならいい腕してやがるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ、8500回。甘いぜ、8500回。全 M 編成の投範力をやめんじゃねえぜ。
つだけ聞いてみたいことがあるんだけどな。はあ、ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか。そういうことじゃないんだよな。抜いたり抜かれたりの駆け引きには疎いし、正直言って興味もない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくるの。そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いしめちゃめちゃビビりながら走ってるんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だからな。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだと思う。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なの。俺の経験から言えば、質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてこない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぞ。え？プロっぽい？俺がですか？プロといえばプロだ。よし、大体わかった。前の俺なら切れてたかもしれねえけど、ここのとこ取り組んでたマッコンワークに特訓が役に立って、少しの我慢だ。あいつが勝ったからには俺も絶対に勝つ。うまいもんだぜ、超高等技術のマッコンワークだ。そんなにこんなに上手くなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。ここで引き離す。すんなり逃がすかよ。立ち上がるで並ばれただと。藤ヶ丘でか。あんなところで仕掛けてくるのか。ああ、勾配では仕掛けず藤ヶ丘の側線を使ってのコーナリングにかけた。あんな短いのよくやるぜ。加速力でかなわないな。コーナリングスピードで勝負ってわけさ。これはリーダーの指示じゃない。ドライバー自身状況を判断して臨機応変に戦術を変えてるんだ。プロジェクト D、 やはり一筋縄ではいかないぜ。一気に勝負をつけるつもりだったか。少し届かなかった。あとは終点中央林間でのブレーキング勝負。正真正銘のチキンレースだ。空前絶後のレードブレーキングを決めてやるぜ。こちら長津だ。差は全くない。完全に追いつかれた。そう言われても自分ではよくわからないんですよ。もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんですが、プロっぽいというのにプロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけです。そうか、やっぱ環境なのかもね。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんでな。何かヒントになることはないかと思って。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔したな。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いてたら自然にやる気も出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかも。バトルになれば陽介さんのためにやりたいという気持ちもあるけど、一番強い気持ちは同じチームのあの人に負けたくないという気持ちだ。
あの速度で突っ込む気か。マジかよ、止まれるのかよ。おお、これどうなるんだ。俺に聞かれても。ちょっと電話してみるわ。ああ、何やってんだ。早く結果を教えてくれよ。どうした、何かあったのか。いや、それが。これを見てくれ。ああ、